どうも、青恋チャンネルです。皆さん、こんにちは。こんばんは。イケボ担当その1、マサルこと猪野マサルです。イケボ担当その2、立つこと全財達也です。このチャンネルは僕たちイケボ担当2人と萌え担当塚子による3人ユニットでお送りいたします。いくよ、せーの、重大発表。はー、パチ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 パ重大発表。パチ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 、はいはいはい。というわけで皆様、この重大発表にお集まりいただき、ありがとうございます。ありがとうございます。もういきなり YouTube チャンネルっぽい冒頭になりましたが、はい、今日は僕と立つと僕から皆様にご報告があります。めっちゃ緊張してきたんですけど。これは俺も緊張してるんですけど。さすがに緊張してますよね。皆さんにも緊張してもらいたいですか。緊張してもらいたいですか。今のでちょっと緊張ほぐれたわ。はい、じゃあ、はい、一緒に言おうか。一緒に、はい、行っちゃう？もう行っちゃう？はい、もう行っちゃう？一緒に言っちゃおう。まだ引き伸ばす？うん、いや、行っちゃう？もう言おう。言っちゃうか。待ってくれてるんだから。はい、行くよ。言わせていただきます。せーの。タイミングが合わないな。緊張してるんだ、やっぱり。ごめん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 。うん、いくよ。お願いします。せーの、僕たち出来おめに出演することが決まりました。うわーい。めっちゃ嬉しいんだけど。嬉しい嬉しい嬉しいよ。嬉しい。あ、緊張でも息が、目の前が涙で真っ白になってきた。はい、毎回このチャンネル内でも出来おめのあらすじを読ませてもらったりしてましたので、はい、なんて言うんだろうな、ものすごく愛着がある作品じゃないですか。うん、身近に感じますね。目の前にあったこの作品に、うん、まさかまさか立つと僕で出演することができるなんて、感激以外の言葉が見つからないよ俺は。本当に、なんだろうな、そう、なんか、なんだろう、夢みたいで、感覚が夢みたいで、ふわふわしてる。そう、ふわふわしすぎて、なんて言ったらいいのかが本当に思いつかない。うん、いいことだよ、ね、いいことだよ、きっと、これはいいこと、うん、もちろんさ、なんだろうな、うん、出たい出たいって思っては いましたよ、そりゃ、こんなにもちろん、ね、読ませていただいてましたからね、我々は、うん、できることなら出たいなとは思っておりましたよ、うん。でもね、やっぱ出たい出たいって言っても、やっぱ簡単に出られるものじゃないですからね、やっぱこういうのって。そうなんです。はい、うんうんうん、そういう業界ですからね。そうそうです。塚子さんはね、うん、この出来おめの原作者ではありますけど、はい、甘い人じゃないじゃないですか。うん、ね、甘い人ではありません。甘い人ではありません。いろんな意味で甘くはないんです。だからね、うん、そう、この出来おめに出演できるって聞いたとき、うん、びっくりしたよね。びっくりした。本当に。もうびっくりは通り越した、うん、なんだろう、びっくりしすぎて、うん、びっくりしなかったっていう言い方は変なんだけど、なんだろうね、逆にね、スーってなったんだよね、うん、あんたたちにこの役振るよみたいな連絡が来て、うんうん、はい、おひょってなんだろう、現実味がないんだろうね、うん、多分ね、信じられなかったね。うん、あれ俺寝てるのかなって受け止められなかったよね。本当にまさにほっぺたをつねるってやつ、うん、そうだね、うん、一日だってようやく実感したよね、
そう、あ、あれ、あの連絡って本当に来てたんだっていう、そこ、つに、ね、そこでね、個別で LINE して、ね、え、うん、連絡来たよねみたいな来てた、来てたよねあ、来てるねってなったもん、うん、俺もそこで、俺はそこで気づいた、うんうん、マサルから連絡が来た時に気づいた、うん、俺は、ね、あ、本当だったんだって、うん、なんだろうね、この気持ちは俺たちにしかわからないと思う、わからない本当に大げさじゃなくてね、うん、いや、いろいろ、まあ、原作も うん、読んでますし、ある程度、はいはいはい、であらすじの方も毎回このチャンネルで、ね、うん、読ませていただいててよかったというか、なんだ、よかったとかではないんで、よかったんですよ、よかったんですけど、え、まだ実感されてませんか、うん、よろよろってなってますけど大丈夫ですか、多分、うん、収録をしてる時にやっと実感する気がする、うん、それは素敵です、うん、まだ本当に、本当に今やるっていう連絡いただいてますけど、うん、やるのっていう、やらせていただけるのえ、まだ気持ちが追いついてない、うん、追いついてないだって、うん、まあ、毎回言ってますけど、うん、我々台本男子ですから、なるほど、台本を目の前にした時になるんですよ、うん、ようやく、ね、まだね、やるよって言われて、うん、この役振るよって言われてるだけで、台本がまだなので油断せずに行こうってことだよね油断せずに、はい、まだまだ油断はできない、はい、でも、まあ、嬉しい、嬉しい、ありがとうございますっていう気持ちはもう 120% あります、うん、なるほど、はい、というわけで、まあ、我々がそのいただいているキャラクターについて、はい、お伝えをしていこうという回になっております、今回は、はい、お願いします、はい、お願いします、お願いします、お願いします、タツ、お願いします、いや、そんなねえ、うん、それはもうマサルの、マサルが得意なんだから、いや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 、こういう時だからこそあえてのタツでしょう、うん、いや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 、うん、マサルさんでしょう、これは、いやいやいや、タツでしょう、いやいやいやマサルさんのね、うん、これ みんなやっぱマサルさんの声で、うん、それはちょっとお聞きしたいところですよ、うん、いや、もちろんタツの声でも皆さん聞きたいと思ってますけど、うん、まあ、これずっと言ってたらラチが開かないので分かりました、うん、僕がさせていただきますよ、はい、お願いします、はい、代わりに、俺は分かった、うん、タツのキャラクターの紹介をするから、うん、タツは俺の紹介して、あー、なるほどね、うん、なるほどね、それナイスアイデアだね、うん、天才だって、それ天才だわ、はい、天才いただきました、そうだね、俺たちらしいね、そっちの方がさ、そうだね、お互いをね、お互いが言うって俺たちらしいな、うんうん、確かに、うん、そうだね、リラックスしてきた、その言葉聞いて、そうだね、オッケー、というわけでじゃあタツ、はいはい、お願いします、了解です、受けたまわりました、うん、まずはタツから僕のやる役をお願いします、はい、了解です、ではイケボ担当その2の私めが、はい、うん、ご紹介をさせていただきます、私っていうのちょっとツボなんだよなはいはい、で、はい、マサルの、はい、肝心のマサルの役ですが、はい、白狼の少年、うん、ひながの父親である、うん、かなりかなりかなりイケメンのトーガスさんです、はい、かなりイケメンのトーガ役に決まりました、改めまして猪野勝ですイエーイ、パチ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 、トーガさんだ、トーガさん、トーガさん、トーガさんをやらせていただけることになりました、うん、はい、いや、トーガさんって、うん、僕は、うん、原作ね、もちろん、うん、読ませていただいておりますけど、うん、こう話的にもこう結構ね、キーなポジション、そうなんだ、ね、重要なポジションです、うん、あの冒頭で、うん、トーガさんとひながのお母さんが密売組織に拉致されたってとこによって、うん、あのストーリーの方が展開していきますから、うんうんうん、僕も大事に大事に大事にトーガを演じさせていただきたいと思っております、はい、いや、そのトーガさんさ、うん、なんだろうな、まあ、すごいイケメンなんだよ、うん、すごいイケメンなんだけどね、うん、めちゃくちゃお茶目なんだそうだね、だからね、俺やっぱ読ませてもらってすごいトーガさん好きなんだけど、うん、それをねマサルが演じるっていうのは、うん、嬉しい、どう思った、嬉しい嬉しい、よかった、そう言ってもらえて俺も嬉しい嬉しい嬉しいな、楽しみ、
楽しみだよ、本当に楽しみ、まずはタツにどうでどんな風に思われるかっていうドキドキも生まれてくるな、うん、ああ、はい、そうだね緊張してるよね、緊張してるよね、さすがに緊張します、うん、いい緊張だと思う、それは本当にワクワクと楽しみと成長の緊張です、うん、はい、じゃあ僕からも相棒のタツの役のご紹介をさせていただきます。お願いします。タツはですね、はい、赤眼の男、男タツはですね、はい、赤眼の男、八頭さんです。めちゃめちゃめちゃ渋いです。そうなんです、八頭さん、うん、八頭さんですよ、うん、八頭さんといえば、うん、非常に、うん、重大な秘密を握っている、うん、ちょっとミステリアスだね、うん、うん、まあ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 、うん、タツもねミステリアスなとこあるからねあんまりこのチャンネルだと出てないけど、うん、あるんです、ありがとう。私生活のタツは、うん、ミステリアスなところもある、あ、クールな男なんであ、じゃあちょっと共感するな、じゃあ、うん、矢頭さんに、いや共感できると思うな、うん、矢頭さん楽しみ、俺もすごい渋いけどね、うん、すごいね優しい男性なんです、うん、僕も、いや、タツも優しくて渋いからね、うん、俺渋いんだ、いや渋さ持ってるよ、知らなかった、ありがとう、ある教えてくれて、俺は感じてるよお前の男らしいところ本当に、いや男だよね結構立つ、あーでも男っぽいかな、男っぽい男かもしれない、うん、なんかやると決めたらやるし、うん、なんだろう、他の人がやだよって言うと分かった、うん、俺がやるっていう風に、え、なんだろう、そんなにかっこいい、かっこいいよかな、かっこいいよ、いや、ちょっと待って待って待って、え、待って待って、いや、いい、いや、ちょ、え、そっか、いや今、いや、矢頭さんの話しない、矢頭さんの話、矢頭さんの話をしよう、矢頭さんの話しよう、矢頭さんもかっこいい、うん、矢頭さんかっこいい、うん、赤眼だよ、赤眼で、赤眼で勝つ、赤腕なんだよね、すごくない、かっこいいよ、赤眼で、かっこいい要素しかないよね、そう、絶対何の理由、どんな理由があったんだみたいな、そういうところも気になる存在です、うん、謎に包まれておりますね、うんうん、というわけで、そして、うんうん、なんだろう赤眼赤腕ってもう強そうだよね、めっちゃ強そう、絶対戦うじゃんっていうさ、うん、戦うね、戦いの人じゃんっていう、戦ってる人だよねもう、うん、そんなかっこいい矢頭様を改めて私演じさせていただきますので、全財達也と申します、うん、皆様覚えていってください覚えております、はい、まさる同様僕もね、はい、この矢頭様大切に大事に演じさせていただきますので、そこも皆様よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、立つ、言い過ぎ言い過ぎ、立つうお、すごいすごい、いよいよだよ、お前と一緒に作品出られるよ、だな、いや、なんだろう、この気持ち、この気持ちは何だろうこの気持ちは一体何なんだろう、感じたことないねこの感情は、うん、もう人生初、夢にさ思ってたことじゃん、うん、同じ作品に出るっていうのは、うん、何回も、うん、何回話したかわからないね、うん、そういうさ一緒の作品出れたらいいねって真剣に言う時もあれば、うん、ちょっとねおちゃらけて言っちゃう時もあれば、出ようなって決意する日もあれば、走りながらさ、二人で走りながらさ走ってたな夕日に向かって走りながらさ、うん、絶対に同じ作品出ようなっていうことも話したり、頑張ろうぞ、頑張ろうぞって頑張ろうな、気持ち入りすぎてね、うん、頑張ろうぞってなんだよ、そうだよねちょっとそこカットであ、わかりました、使います、ありがとうございますありがとうございます、弱みを見せてくれてありがとうございますいやもうねあれわさるふわふわしてるわさる珍しいんじゃない、ふわふわ本当に、あの喜びが強すぎて、うん、あの夢が叶う一歩手前ってさ、うん、多分夢が叶う時よりもふわふわしてると思うんだよね、家庭の方がね
達成された時より家庭の方が大事だからね、うん、そうで、多分実際あの演技してる時っていうのは、うん、俺全然緊張しない人なのよ。わかる。もう役に入るし、ね、うん、役者の人結構そういう人多いと思うんだけど、うんうん、やっぱ叶う前が一番ドキドキワクワクふわふわ緊張が強いんだろうな。そうだね無敵の時間だからね、役演じてる時って。そう無敵なんですよ、役になってるんで、うん、自分じゃないから。やる前とやった後が一番緊張するんだよね、うん、そうやった後は達成感と、うん、なんだろう、もちろん OK が出てるから大丈夫なのは分かってても、うん、そのパッケージになるまでの不安というか、うん、あるよね。あるすごい裏側だけど、一番でも正直な話、うん、完成品聞くときが一番緊張する。そうだね、そこかもね、一番緊張するのって、うん、ね、なんかさ、もうきょ容量がさその人間の容量が 100% だとするとさ、もう超えちゃってさ、 100% 緊張 100% 楽しみくらいになって人間の容量 200% くらいになるんだよね、その時って。そうなんだよねでその気持ちの状態で本番迎えてるから、多分今ものすごくいいものができる自信は俺はあるんだけど、さすが。そりゃだってここでいいもの出せなかったらさ、うん、今まで何やってきたんだっていうところだから。うわ、ちょっとそれ言われるとちょっとなんかなんだろうなあれだわ、なんかそのなんだろう、思い馳せちゃうな俺としては。緊張とかじゃなくてさ、うん、うん、うわとうとうここまでかって。でもまあ終わりじゃないもんね。ここまで やっとここに来れた。うん、なんだろう、夢を、うん、思ってた、その一緒の作品出たいっていうのは夢だけど、うん、出たいじゃないんだよね本当の夢って。夢の途中、出続けたいなんだよ。夢の途中だ。そう、うん、その夢の途中の、うん、もう何回も言うけどスタートラインに立つ直前、うん、今俺たちは、うん、用意でもうクラウチングスタートを決めてる状態、うん、あとはパンが鳴って、うん、スタートを切るところだから。なるほどね。じゃあそこでこけないように足ね、うん、足にちゃんと力込めて、はい、走り出せるようにちょっと頑張っていきましょう、うん、本当に、はいはい、今までの練習の成果と、まあ、台本を読み込みまくって、うん、いいものをお届けできるようにしていきます、はいはい、ということでね、この音声ドラマ版デキオメを一緒に盛り上げていけるように頑張りますので、はい、皆さんどうかよろしくお願いいたします。マサルと一緒に頑張りますので皆様見守ってください。はい、はい、それでは次回動画もよろしくお願いします。はい、イケボ担当その1マサルとイケボ担当その2タツでお送りしました。また見てくださいね。また見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。